よし、ではアリスのステージは終わりかな。だよね、多分乗り越えし者の休息があったってことは、アクセルかクロフードの人たちがいるでしょうか。どうしたの、グーフィー。さっき話した不気味なお城のことなんだけどね。フォローバスティオンのこと。やっぱり勘違いじゃないよ。思い出した。だってあのお城で空は帰りの心を助けるのにキーブレードを使って使った自分の心を解き放したんだよ。一度消えちゃったじゃないか。僕とっても心配だった。忘れられるはずないよ。ああ、俺がハートレスになった。そう忘れかけてた、もしかして。でもあれって城だった。城だったよ。ああ、忘れたの。僕だって覚えてるよ。かわいい。なんて場所だっけ。それはもちろん。フォローバスティオンでしょ。君に夢まで書いてあるよね。もちろん。この城に来る前にちょうど一冊書き終わったところなんだ。一作の時だよね。古い方のメモは残ってるのかな。あった、見つけたぞ。くしぐったそう。ちっちゃい。なんか謎々のやつみたい。謎々メモみたいな。なんてことだ。どうしたの。地味にメモがみんな消えてる。どのページも真っ白だ。そう、なかったよね。わざと失われてる。一体どうして。ずっと大事に持っていたのに。私の大切な記録が。また書けばいいよって言いたいけど。記録が消えるなんて何なんだよ。ここがそういう世界だからってことだよね、多分。別に消されたんじゃなくて、ここだけ消えちゃうんでしょ、多分。城から出たらみんなで地味にメモを書き直すの手伝おうよ。そうだね。ジミニーが自分でメモを消したってことはないよね、きっと。ないと思う。待って。この、こっち向いてパクパクしてるドナルドめちゃくちゃ可愛い。なんか、お魚口に入れてあげたい。ここなんだ?ここアリスのところに帰っちゃうかな?あ、アリスのとこ帰っちゃう。オッケー。そしてまた上に上がるんだね。1階に1ワールドだけあるんだ。あ、誰?そういえばオープニングにもいたよね、この絵描いてる子。あれ?この子が描いた城に今来てるんだっけ?そういえば。そんな気がする。変な城だよね。記録は消えるやって。多分かいな。記録だけじゃない、記憶も消えてる。さっきグーフィーが前に行った城のことを話したよな。でも俺たちみんな思い出せない。うっかりじゃなければ、ひょっとして俺たちの記憶がなくなってるってことじゃないか。思い出した。アクセルの仲間が言っていたぞ。大切なものをなくすって。ここは手に入れる代わりに失い、失う代わりに手に入れる場所だと。あれは記憶をなくすという意味だったんだ。ラッドウィンプスの歌詞にもある。思い出を忘れる。だから忘却の城なのか。ああ、そうだね、確かにそんな名前だったしね。消えるよ。新たな記憶を記憶するほど消えるんじゃない。そのうち何にも思い出せなくなるってこと。怖いね。帰りこた。大丈夫だよ。帰る。大丈夫だよ。行った場所や見たものは忘れるかもしれないけど、友達のことは忘れないよ。まあ、レオンたちが覚えてないのも気になるけど。ハートレスになった時、僕たちのこと忘れちゃった。忘れるわけないだろ。ほらね、どんなことがあったって忘れないってことだよ。グフィ肝心なとこでめっちゃいいキャラになってくれるよね。ん?どうした。いい笑顔だよな。ありがとう、グフィ。
友達のこと忘れるはずないよ。ないよ。大丈夫。みんな、行こう。失うこと前提で行こう。俺のハートですね。ムキムキ。全然気がつかなくて散々叩いたのは誰だっけ。あれ、ドナルド叩いてたっけ。そういう音は忘れていいんだよ。そうだね。あ、怒って、このドナルドのなんかすごいむちゃくちゃ怒ってる時の謎の言動結構好きなんだよね。あーってなんの。よし、1階2階、次は3階です。3階も自分で好きに入れられるんだろうね。まあ一旦ここでもセーブしておきます。新しい記憶を入れるほど記憶を失っちゃうのかなと思うんだけど、そこら辺どうなんでしょうかね。友達のことを忘れるはずないじゃないか。だといいけど、忘れていいこと覚えてるぐらいだから大丈夫だよね。そうありたいね。なんか忘れるって怖いね。なんか人間死ぬよりも誰かの記憶からなくなるのが本当の死みたいなのよくアニメで言わない？さあ、アグラバー。ハロウィンタウン。モンストロ。オリンポスコロシアム。ふむ、どうしようかな。どのステージも後半はすごい強かった記憶があるんだけど。オリンポスコロシアム行ってみようか。ここあんまりステージ自体が広いイメージがないから、ちょっと行ってみたいと思います。次は、君に決めたここにいたのはヘラクレスかな。もしかしてクラウドもいたりするかな。あー、懐かしい。こことも1個しかフィールド覚えてないからな。あと闘技場の場所走り方、何か書いてあるよ。やってる、また戦いの。どれどれ。そういえば思い出したけど、ホラーマンの声だ、このジミニの声。ふむ、オリンポスコロシアムサバイバルカップ開催だそうだ。障害物でいっぱいのコースを他の参加者と戦いながら競争する大会らしい。ほほう、この大会には英雄ヘラクレスも参加すると書いてある。競争系レースってことかな。彼は今まで負けたことがないそうだ。面白そうだな、俺たちも出てみようか。そう言うと思ったよ、空ってこういうこと大好きだもんね。ダメって言っても一人で出る気でしょ。でも今回本当助けられてるけど一人な感じだな。当たり、仕方ないな、付き合ってあげるよ。参加するには、おっと、今いける？予選コースを突破した者にのみ本戦への参加を認めるだそうだ。はいはいはい、予選コースはこの先らしい。じゃあみんな行こう。 OK？ もしかしてここ全然ハートレス出ないのかもしれない。あ、あ、懐かしい、強かった人。何何？真の強さと優しさを備えた完璧な英雄、その名はヘラクレスだと。つまんねえってなりそう。お怒り！完璧だ、完璧なムカつき野郎だ。あいつの顔を思い出すだけで腹が立つ。あいつを妖怪かなに引きずり込んでやれたら。だから俺を雇ったんだろう。雇ったという男は？また？またあなたなの？まただ。あ、なんで全くループするのか。そこもループするのか。その通りだ、クラウド。君の仕事はヘラクレスを打ち破ることだ。ただ、ただ勝つだけではいかん。あいつを始末しろ、そうすれば。なくした記憶を元に戻してくれるんだな。ここでも記憶を失っている。まあみんなも失ってるんでしょうけど、約束しよう。クラウド、始まりのキーカードを手に入れました。クラウドとも戦うし、名前を忘れてしまったあのこの頭の人とも戦うんでしょうか。オリンポスコロシアム。あ、フィールド違う。
めっちゃ天空ハートレス出てきそうだね。この感じきそうな気がする。あ、待って、そういえばデッキに、あお、デッキに、あー、めっちゃ来る、めっちゃ来る。うん、仕方ない、とりあえず戦う今。強いかな、せい、強そうだね。あ、強そう。よし、頑張れドナルド、頼む。あ、よ しもうとりあえず CP アップを頑張ろうと思う。入れるカードが多い方が戦いやすいので、ということでちょっと見直していく。デッキチェック、さっきもらったこのデッキ、なんだっけ、トリックマスターはカードブレイクされた時敵のカードの数値をダウンさせます。非ブレイク回数10回。とりあえず入れとくか。これをこれもちゃんと考えて使わなきゃいけない感じはする。頑張りますぞ。ふっ、あー、ミスった。頑張れ。このゼロで弾いても他の敵が攻撃したらこのゼロで弾いたのなくなっちゃうんだよね。よし、きついきついきつい。3、2、3。うん、よし、次に進みます。静寂なる闇、1以上か。なんか最近思ったんだけど、このハートレスがいっぱい出るやつを使った方がレベルは上げられるからボス戦とかで苦労しなくなるのかなって気はしますね。どうしようかな。ハートレスが少ないやつよりかは多いやつの方が良さそう。どうしたものか。8が2と、うん、4枚か。弱いカードを持つハートレス。一旦これにするか。まあ、いっぱい戦って、レベルを上げたり頑張っていきましょう。懐かしいけど、なんかちょっとあのアグラバーみたいな感じになってる気がする。アグラバーかな。ルイン、オッケー。わ、強そう。危ない危ない危ない。結構なんか淡々と戦闘するところもあるから、あー、死ぬかと思った。なんかちょっと無言になりがち。戦闘はちょっとずつカットしつつやろうかなとは思います。よし、トントントン、ほい、頑張れグビー、ほい、イエイコンビネーション決まると嬉しい。オッケー、頑張れよ。この樽のお化け初めてだ、初めてだ。ってかこの樽どこから来たっけ。きついきつい、怖い。さあ次ならお部屋。だいたい作りが一緒でもない、ここ違う。待って、違うのいる。ふっ、オッケー、よし、頑張れ。こっちの王冠の扉で、あ、そうだね、いけるね。5と7か。2枚いるってことは5と、でも重ねてもいいのか。じゃあこれで、よし。さあヘラクレスと、名前忘れちゃったな、あのケンタウルスみたいなちっちゃい子、こんにちは、久しぶり。お、坊主、ひょっとして予選を突破したのか。いや、予選っぽいところはなかったんだけど。ああ、俺たちも参加させてくれよ。え、いつ予選突破したんだ。嘘ついてるってことか。もちろんだと思ったが、英雄ヘラクレスに勝てるとは思えないな。どうして。答えは二言。お前たちは英雄には全然見えない見た目で判断しちゃダメだよ。そんなの変だろ。うん、二言じゃないよ。そうそう、じゃなくて、そんなのやってみなくちゃわからないだろう。お、来た来た来た、英雄。戦ってくれる？そうと、モフィル。ちゃんと予選を突破したんだから、実力は認めるべきだよ。ヘラクレスの言葉はもっともだが。
嘘が本当になるんだったら、めちゃくちゃ強いって言ったら強く思われるのでは？じゃあこのまま大会を中止するかい？中止？なんでさ。実はフィルの作った予選コースが難しすぎて誰も突破することができなかったんだ。あれ、ここに来るまでの敵と戦うことかな。俺たちの参加を認めてくれたら大会を中止しなくていいよな。どうする、フィル。てん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 。仕方ない、認めてやろう。ヘラクレスと坊主たち。坊主じゃなくて空だ、覚えてる？わかったわかった、ヘラクレスと空の2組でサバイバルカップ開催だ。いや、3組だ。クラウド、こんにちは。暑そうな格好して暑いのか寒いのかわかんない格好。俺はクラウド、大会に参加したい。うむ、いいとも。よし、これなら面白い戦いになりそうだぞ。まあ見た目強そうだもんね。いい勝負をしよう、僕も全力でやるよ。なんか気のせいじゃなかったら爪ついてない、クラウド。へへ、よろしくな、頑張ろうな。空気を良くする。ふん、ツンデレクラウド。早速スタートだ。ではルールを説明するぞ。ルールその1、コースの障害を突破してゴールにたどり着いたものを優勝とする。ルールその2、複数がゴールしたらそこで勝負を行い勝った方が優勝。ルールその3、コースでは競争相手への妨害も認められる。何でもありってことか。そしてルールその4、参加者はベストを尽くして勝負すること。以上だ、承知。勝負において一番大事なやつが4。さあ良いはいいか。説明が欲しいけど、とりあえず頑張る。導きのキーカードを手に入れました。始まるのかな。あ、一応ストーリーが進んだだけで、ストーリーはああいう風に進みますよってことか。で、ハートを入れなきゃいけないんだね、次。ここがハートかな？あ、違う、ここ違うんだった。ここじゃなくて、こっちで、まあ、とりあえずここら辺にいた敵は、あらかためちゃくちゃやっつけたんだけど、あれ？でもここって、あの、ハートレスのマークだったような気がする。ここラスボスでは？だよね、やっぱり。戻るのか。戻らなきゃだ。オッケー。ヒュン！よし。ではでは、来た場所を戻る。あ、これかも。よし。ハートかな？当たり！緑のカードと、ここね。一番枚数が多いやつにしようかな。1で。と、ハート。OK。まあ、ストーリーのカードの進め方も、ようやく理解してきたかも。どうなった？もしかして僕たちを待っててくれたのかな？あ、障害物競争は、今やってたのかな？で、同着だった場合は戦いって言ってたよね。まさかルールその3だよ。コースでは競争相手への妨害も認められる。クラウドとの戦いか。ここで競争相手を減らそうってことか。倒せって言われてたもんね。あれ？勘違いするな。お前たちに手を出す気はない。勝手に行け。ん？ヘラクレスをやっつけたいのかな？なんで？雑魚って思われてる？ほら、やっぱり、待っててくれたんだよ。そういうことならお言葉に甘えて言っちゃおうよ。後ろからやってくるとかではないと思う。そうするか？怖い怖い怖い。なあ、本当にいいのかよ。優勝なんてどうでもいい。俺の狙いはヘラクレス一人だ。ここで奴を消す。消す？なんでだよ。仕事だ。お前には関係ない。行け。優勝でも何でも好きにしろ。何でもやって感じなんだね、クラウドは。この世界では。まあ、もともとそうだったもんね。何のつもりだ。
ルールその3、競争相手への妨害もありだろ。正義感が燃えている。ヘラクレスと勝負したいのはお前だけじゃないんだ。おお、ドナルドもグーフィーも何の反論もなく戦ってくれる。後悔するぞ。強そう。クラウドめっちゃ大変だったもんな。カード勝負なんでしょ。はあ、でもフレンドが出てくるカードを最初に拾った気がするけど、待って、フランドが出て、フレンドが出てくるカード使ったはずなのに。待って待って、やばい、怖い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 、やい、じゃあ待って待って、回復して、大変大変、うわー、やって、ファイヤー、ファイヤーでもないけど早い行動が。待って待って、やばい、よし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 、ミスったミスった、わわわわわ、そういうそういうのも来んのか。待って、やばい、回復したい回復したい回復したい、グーフィーグーフィーグーフィー頼む。あ、待って、グーフィーのカードも消された。イエーイ、強すぎ強すぎ、オッケーオッケー、終わりじゃない、飛んでる、やめてやめてやめて、回復して、助けて助けて、なんかカード出した、なんかカード出した、やばい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 、死ぬ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 、本当に死ぬ、回復ないわ。ここまでか。え、やった、ギリギリやった、ってもう死んだなって思いながら戦ってた。やばい、 HP 全然見れてなかった。いや、超ギリギリの戦いだったな。回復薬もなかったもんね。なんだ？ハイポーション！ハイポーションってなんだ？ケアルじゃなくてカードの回復だもんね。クラウドどこだ？なんか奇跡的に勝ててまだ心が追いついてない。どこ行っちゃったの？ゴールの方に向かったぞ。空追いかけよう。え？意地でもヘラクレスを、ヘラクレスが先に行っちゃったってことかな。真実へのキーカードを手に入れました。いや、ちょっとデッキ組み替えたりとかしないと死ぬぞ。ここで回復薬使えないんだよね多分。550いけるようになったから、これは全てのアタックカードを高速リロードします。おえー、これはでかい。とりあえずちょっと組み替えたんだけど、これいけるのかな。回復できないもんね今。ぴょ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 言ってるぞ。どっかで回復する手段ないのかな。とても恐ろしい。だって最終戦が始まった瞬間に回復しないといけないってことだよね。先にこういう敵を倒しちゃうと、そういうことも起こるのか。よし、ボス戦になるから、3以下か。3以下っていうのもあるのか。どうしよう。とりあえず、行ってみる。死にかけなのがめちゃくちゃ心配だけど、まず最初に回復を使うところからだから。あれ？どうなってるんだ？負けてる。もう勝負はついた。やめるんだ、クラウド。あの、青い火の人が来るのかな？そんな気がする。まだだ。しかしこれ以上戦ったら君の命に関わる。優しい。自分の心配をしたらどうだ？あんたの体力も限界のはずだ。うっ！なんだろ、その爪。大丈夫。俺がついてる。空。相手が何人だろうと関係ない。あんたを消して記憶を取り戻す。そっか、まあ、クラウドは記憶を取り戻せると思ってるわけね。記憶だって？いやいや、そこまでで結構だよ、クラウドくん。
来た来た。ハデス。でかいな。どうやら君にはヘラクレスを倒せそうにない。弱らせただけでよしとしよう。優しい。あーでも用済みだって言っちゃう。つまり君はもう用済みだ。怒りそう。俺の記憶はどうなる？忘れてしまったことを都合よく取り戻せるとでも思っていたのか。バカな男だ。やめてクラウドにバカとか言うの。なんだと？貴様！どけ。あとは俺が蹴りをつける。みんなでなんだろう、協力して倒すのは熱くない？みんなで協力して倒そうよ。うわールール、その後飛び入り乱入もありだ。ルール聞いてた。ハデス、全部お前の企みだったんだな。クラウドがお前を倒せなかったのは計算外だが、今のお前はだいぶ弱っている。覚悟するんだな。冥界の王ハデスの手で直々に死の国に叩き落としてやる。これってヘラクレスのエピソードを見たら、なんでこの人がこんなにヘラクレスに恨みを持ってるのかってわかるのかな。今のとこただなんかこいつが嫌い、ヘラクレスが嫌いっていう感じの態度だもんね。待て、そらやめるんだ。一番 HP ないのソラな気がするけど、ハデスにやられたら俺と勝負できないだろ、ヘラクレス。あ、戦いたい少年。ふん、バカな坊主だ。ルールその6、卑怯な手を使ってもよし。最初に回復させてください。最初に回復させてください。マジでいける？間に合う？うわー、死にたくないな。クラウドを1回で倒せたのは。よしよしよし、大丈夫だった。待って、癒しを使ってもこれか。癒しを。オッケーオッケーオッケー。これこれ効くね。あ、やばい。あちゃ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 、すごいこれ効く。やばいやばい。あこれ、避けれるんだっけ。避けれる避けれる。よく見たら避けれる。次当たったらもう死ぬ気がする。戦えないターン、戦えないタイミング来るのきついな。よし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 、やばいやばいやばい。やばー、死んだ。いや HP なかったのがでかすぎ。もう一回やる。さあ次は頑張るぞハデス。戦い方ってか、攻撃のパターンは懐かしい感じがするから。やばい、結構これあれだな。ふんふんふん。友情カードとか手に入れられてないかな。8 5。オッケーオッケー。減らせるときに減らす。うわっ！ふっ！よく見て避ける。ふっ！何来る何来る？やばい。いける！よし！ドナルド頼む！やばいやばい。あ、そうか。ゼロ来ると。ゼロ来ると結局あれなのか。うっ！やばい！ふっ！6！ 回復 OK！ 8！ よし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 。6来た、やばい。オッケー。どうだ、でもこれキャンセルされそう。よし、そうだよね。よし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 、やばい。ひゃー、やった、悔しい。いやでも次でいけそう、次でいける。冷静に避けなきゃいけない、大事。頑張ろう。そして焦って回復をコンビにして使わないことだな。ちょっと待って。 OK OK。 あ、やばい、なのやばい。6 8。ごめん、画面ぐるぐるした。よし、5。あ、5はダメだ。6 8。いけるでしょ。8。 OK 5。よし、
早く行けるか。やー、次で頑張る。よし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 、やばいやばい、それはカウンターしたい。これ使うか。あ、いけた。よし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 、うわやばい、汗びっしょり、手汗やばい。あのなんかあの、よし、いいカード。もうちょっとこの黒いカードを活用しなきゃいけないね。いやー結構戦った、ちゃんと強かった。クラウドより全然強かった。え、大会中止どうして。さ、もう決着ついたようなもんじゃないの。答えは二言、参加者は全員ヘトヘトだ。ソラがもう優勝でいいじゃん、英雄だよ、守ったし。あれ二言じゃ、ヘラクレスとの勝負はどうなるんだよ、俺楽しみにしてたのに。君の勝ちってことでいいよとは言ってくれません。僕も残念だけど、このありさまではいい勝負はできそうにないからね。そら、君とはいつか万全の状態で勝負したいんだ。だからその時まで待ってくれないか。ヘラクレスとそらって一でも戦ってはないよね。戦ったっけ。あ、いや戦ったのは樽とか投げてきたのヘラクレスだよね。分かったよ、約束だからな。ヘラクレスとソラがどっちが強いっていう決着がついちゃいけないとかの理由じゃないんだよね、多分。ああ、約束だと思う。おい、ソラ気がついたよ。あ、クラウドのこと大丈夫、クラウド。いつもボコボコにされてる。キングダムハーツ上で。大丈夫か。ああ。ソラの頭の中で記憶をなくすキャラなのかな。頭痛いキャラ、迷惑かけたな。バイバイ。セフィロス先輩も来る？あのさ、記憶戻るといいな。ハデスの言ったことなんて気にするなって、まあ、この世界で今実際に起こってることを言ったところでって感じだから、励ます言葉をかけてるのかな。ずっと忘れてきたことでも何かのきっかけで思い出すことあるしさ。クラウドは本当に記憶がちょっと欠落してるキャラクターだしね。うん、大切な思い出ならきっと帰ってくる。俺はそう信じてる。あ、くれたカード喜びの印。世話になった礼だ。じゃあな。なんだったら俺たちと一緒に来るってのは？一人が好きだとか言うんじゃない？興味ないね。来たこのセリフ聞きたいんだろみたいな言い方だったな、今の。おなじみのクラウドのセリフ。クラウドカードを手に入れました。あ、この青色のカードってことは、待って、そうだよね。え、クラウド召喚できる、嬉しい。2連続攻撃を放ちます。シンボもめちゃくちゃ強いんだよね。あの動かない敵に関してはめちゃくちゃ強い。え、絶対クラウド入れたい。4なのか。わ、577になっちゃう。いや、何かを削っても入れるぞ。これは全然使ってないキャラクターもいるからな。